でラジオタイランドからのお知らせです。ラジオタイランド日本語放送は今年10月1日から11月30日まで放送一時お休みさせていただきます。日本語放送の再開は今年2024年12月1日から予定しています。またこれまでの放送のアーカイブの一部がラジオタイランドの YouTube チャンネルで再放送されていますので、そちらもご利用ください。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を紹介します。県内の水害で首相が迅速な後片付けを指示しました。財務大臣が給付金で今年の経済成長 3% を予測しています。当局は観光客税300バーズの徴収開始を目指しています。当局は次の納税発掘が必要だとしています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。